ぞです。先日、夏季休暇で和歌山の実家に帰った時に、家族でいつも行くスーパーで見つけたぞ。ウルトラマンシールチョコスナック。多くはやねえ。わけがあって1個しか買えなかったが、全25種で、そのうち2枚はシークレット。裏にシールがついてて、リストも載ってます。あとホロが4種で、シルバーが19種のようです。で、大阪に戻ってきてから、駿河屋でやっと見つけました。こんな売ってないようなこのお菓子。そこで4個購入。この値札取れる？綺麗に取れた。パッケージも2種のようです。トリガーかっこいいな。欲しい。では、和歌山で購入した1個目から。シールを切らないように、下の方に移動させて。開封。お、オーブだ。いきなりホロや。幸先いいね。オーブは全部見た。昭和っぽいとこもあって面白かった。では、2個目からは大阪で購入したもの。ジャグラスジャグラーや。ウルトラマンオーブセットな感じ。いいね。3個目。誰これ？イービルティガ。ニセティガ。全然覚えてない。当時、全話見たはずなんだけど、それ以降は見る機会がなくて。主人公の役者がジェイの事務所だからな。サブスクや YouTube で見やすいようにしてほしい。4個目は、メビウスだ。メビウスは、前話は見れてないんだよね。でも AT の会派 A で、泣ける。主人公の日々の未来役の五十嵐俊二さんは、芸能界引退しちゃったけど、たまに、相原龍役の西名正樹さんの、YouTube チャンネルに出てくれるから嬉しい。当時の秘話もいろいろ聞けたな。そして、ラスト1個。お、なんかすごいかっこいいぞ。トリガーだ。シークレットじゃないか。最後に来た。トリガーかっこいいし、ストーリーも面白い。そういえば、第5話で、悪いウルトラマン。ヒロインにご褒美もらって、満足して撤退してた。どういうこっちゃ。チョコ、食べてみよう。丸い。6個入りか。余裕だな。お前、呪術廻戦リフォルメシールウェハース。2箱、もう食べきってたよね。早すぎないか。チョコレートは主食です。マジで米より食ってたな。また買いに行こう。まだ駿河屋にあるかな。大阪ではまだここでしか見つけられてないよな。スリーブに入れよう思ったら、48ミリ用では入りませんでした。ちょっと大きい。ではでは。